皆さんこんにちは、さくらゲームズです。今日はヤクザ極み、龍が如く極みをやっていこうと思います。それでは始めていきましょう。じゃあ戻っていきましょう。ユミが欲しがっていた指輪、こっから行けんのか。おー、失礼失礼、続いてください。失礼失礼、ここまっすぐ、あ、誰か来た。おっと、怪しい男。ごめんよ、ほら、すられたんじゃないですか。ああ、指輪が持ってかれたんじゃないですか。ん、指輪がない、やっぱりすられてしまった。ん、指輪がない、プレゼントの指輪を盗まれた。くっ、さっきの男か。追跡しましょう。指輪を取り返せ。ストーブが外に出てます。盗まれちゃうみたいですか。大丈夫ですか。追いかけていきますよ。さっきの男、どこに行きやがった。誰でしょう。スーツの男性が来て。もしかして、あなたもすられたんですか。はい、そうです。ひょっとして、あんた。ええ。私もすられてしまいました。被害者の男、あのすり師は隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。自販機の裏探せないんじゃないですか。そうなのか。ここから大変。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで、なるほどな。だがどこに隠れていようが、絶対に探し出して取り返してやるぜ。誕生日プレゼントですか、ね、もしも見つけたら私の敵も取ってください。了解、わかった。行ってみましょう。天下一通りの裏路地か。天下一通り行きますか。ここかな。天下一通りのここね。まっすぐ行って曲がっていきましょう。ここ曲がっていく。左折します。裏路地にいる。さあどこにいるんでしょう。聞いてみようか。お姉さん、なんかコートを着た変な男がそこの路地を駆け込んでいたけど、何だったのかしら。不審がる女。ありがとうございます。有力情報って、この中入ってた。入れない。この中入れるかな。いた、ね、いましたよ。あれは指輪を吸った男か。こんなとこに隠れてたのか。おい、お前、頭隠して尻隠さ。盗んだ指輪を返せ。見つけてますよ、見つかってますよ。さあ、ああ、どこ行っちゃった。せっかく見つけたのに、ここを通っていった。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。財布すられちゃった。あの男、スリだったのか。すごいな。逃げながら逃げた。逃げながらもスリを働くとは、なんとしても捕まえねえとな。捕まえていこう。どこに行ったんでしょう。こっちの方かな。こっちの方へ行った。このお兄さん聞いてみようか。あ、ここに聞いてみよう。このお兄さん、この辺で怪しい男を見なかったか。ああ、さっき妙な男がそこのコンビニの角をすごい勢いで曲がっていったよ。何だったんだあいつ。ここの角ですね。有力情報出ました。ここかな、この角。あ、いた。これじゃないですか。この人見え見えですよ。こいつは指輪を吸った男だな。おい、ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。お仕置きしましょう。くそ、また見つかったか。さあ、キリュウさん捕まえて。よし。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。さあ、お仕置きタイム。まさかここまで俺を追い詰めるやつがいるとは。うん。まあ良いわ。おう、戦う？ん？何笑ってんだ。戦いましょうよ。して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。強そうですね。暗殺権の使い手。怪しい男。何このポーズ。暗殺権怪しい。あ、早いですね。素早い。ガードも完璧。自転車使っちゃいましょう。自
転車で倒す。スリーの男なのに結構強いですね。自転車使っていこう。おお、自転車を吹き飛ばした。ああ強いですね。水拳の使い手、水拳使いでしょうか。さあもうちょっとで倒せます。自転車でご消費しましょう。うん、ああ強かったですね。スリー すいませんでした。もう暗殺権やめちゃう。暗殺権はやめなくてもいい。スリーをやめろ。そうそう、スリーをやめて。俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。指輪返してください。 それが、うん、もう手元にないんです。え、どこやった。何、どこへやったんだ。うん、ちょっと前に質屋で金が入っちまいました。あの一瞬で質屋行って監禁したんですか。今すぐ買い戻してこい。うん、その言いにくいんですが、うん、その金も宝くじ買うのに素早すぎでしょ。逃げてる間に何だと。質屋に売って宝くじ買っちゃった。当たってればいいんですがね、うん、結果が分かるのはもっと先のことで。すごい素早い男。くそ、今すぐ質屋に行って買い戻さねえと。質屋に行きましょう。じゃあ行きまーす。質屋はどこでしょう。矢印方向へ向かっていきましょう。こっちの方向かな。スリーをとっ捕まえたんですが、まさかのもう質屋に売って監禁してすでに宝くじを買っていたという、そんなゲートができる。とっても素早いスリです。じゃあ買い戻しましょう。いらっしゃい。何をお求めですか。プレゼントの指輪。お金が足りません。なあ、その指輪俺のなんだ。うん、はい。盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。うん、だから返してくれ。返してください。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする。騙すわけじゃないんですよ。違う、うん、信じてくれ。本当に俺のなんだ。盗まれた盗品なんです。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。喧嘩腰です。くそ、こうなったら何とかして金を稼いでこねえと。何でもいい、組の人間を探してしのぎを回してもらおう。ちょっと遠回りになるけどしのぎをしてきましょう。何をするんでしょうか。組の者いませんか。くそ、買い戻すにも金が足りない。誰か金を借りられる知り合いはいないのか。探しましょうか。おっと、こっちに行く必要がない気がする。こっちじゃないって、反対側行こうか。おっと、ここかな。お、誰か来た。シンジ。キリュウの兄貴じゃないですか。シンジいましたね。シンジ、タイミングがいい。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。ピンク通り。シンジ、ちょうどいいところで出会った。うん、何も聞かずに金を貸してくれ。お金貸してください。え、あ、はい、別に構いませんけど。あ、即答ですね。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。うん、そんなに高級な店行くか。高級店。すまんが時間がない。女好きなんです、ね、急いでくれ。信じ。あ、はい。12万円借りた。恩に着る。なぜか12万円。今度感想聞かせてください。感想聞かせてください。そういうお店じゃない。大人のお店行くんじゃないです。信じ。恵比寿屋で弓の指輪を取り返しに来ただけなんです。いらっしゃい。何をお求めですか。プレゼントが欲しいんだ。あ、なんか値上げしてる。15万円になってます。おい、さっきと値段が違うじゃねえか。3万円値上げしてますね。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんで。なんせ人気の品だからね。人気の品だから。頼む、これが最後の品だったんだ。うん、
だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ、お金さえあればね。そうだ、指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。ユミの名前が彫ってある。ユミって彫ってあるはずだ。ユミの名前ね。何を言ってもダメったらダメ。ダメなんですか。欲しかったらお金用意してきてよ。しょうがない。くそ、しかだね。また金を調達してこなくては。シンジはまだあの辺りにいるだろうか。シンジ、お金貸して。指すやが値上げしちゃったんですよ、この短時間で。金が必要だ。誰か近くにいないか。さあ、お金借りてきましょう。シンジ、こっちじゃない。こっちにシンジいたのに。反対方向行きましょうか、じゃあ。こっち行ってみます。カラオケ大都会。シンジ、こっち側にいた。反対側にいました。あれ兄貴、早くないっすか？ショートだったんすか？ショートだった。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。うん、兄貴、そんなにハマっちゃったんすか？勘違いしてる、シンジ。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。言ってることと聞いてることが違う。すまん。微妙に噛み合ってない。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。元気ですね、信者。こっち行きましょう、エビスヤ。さあ、取り返しましょう。指輪ない。売れちゃいました。さっきまであったのに。うん、ユーズド買い取り。ユーズド、誰かが買っていっちまったっていうのか。ブランド品。ああんた、やっぱり来たんだね。うん、来ますよ。おい、ここにあった指輪はどうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、ちゃんと取り置いてあるからさ。取り置いてあるんですか。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。うん、だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。それで。そうか、とにかく、それを売ってくれ。あ、お代は結構です。え、盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。じゃあお金取ってこなくてよかった。こういう仕事してるといろんな人を見るけど、うん、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。だったら最初から渡してほしかったです。大事にしてくれるさ。うん、きっとな。誕生日プレゼントですからね。プレゼントの指輪を手に入れた。よし、これで帰れる。あ、もう着いちゃった。セレナについて。ユミの誕生日ケーキですね。パンパン、ユミちゃん、おめでとう。お誕生日おめでとう。パチパチ、おめでとう。ユミ、おめでとう。何歳になったんですか。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。錦絵からのプレゼント。なになに、開けてもいい。何でしょう。見てみましょう。うわー、すごい。え、いいのこれ。ペンダント、本当にもらっちゃって。ネックレス。当たり前だろ。うん、かぶらなかったですね。ユミ、ん、実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。え、本当にありがとう。キリュウさんからは指輪ですね。これなんだ。うん、どうした。二重のリングみたいな。カズマが私に。うん。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。はあ、私の名前が、ユミの名前が彫ってあって二重のリングだか。ううん、そんなことない。うん、右手の薬指にはめて。ありがとう、大事にするね。ユミ喜んでますね。
レーナ。そうなんだ。気になる表情ですね。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？うん。え、そうなの？誰このおじさん。じゃあ何か最近常連になった人。例えば指輪とかどう？指輪ね。指輪か。うん。嬉しいけどそれはちょっと。ああ。重いかな。重いんですか。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって、うん、好きな人からもらいたいっていうか。好きな人からもらいたい。そっか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど、うん、ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。いいキャラしてますよ、おじさん。おい、俺らだってお客さんだぞ。あ、この時の話ね、ちょっと前。錦はネックレス？ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？レーナ？え？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、うん、錦山くんからは指輪とか。指輪が欲しいんですか、それレーナ。別にいいけどさ。うん、これが乙女心ってやつですか。なるほど。再び9月30日深夜。数ヶ月前から日にちが経って9月30日になりました。キリュウさんは酒を飲んで寝ちゃってる。数時間後、10月1日午後4時。これは何があったんだ、レーナ。おはよう、キリュウちゃん。おはような。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん。うん。店で寝ちゃった。錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。どこ行った、錦？キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた？そうか。今何時だ？もう4時ね。うん、そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？風間の親父のとこ行きましょう。ああ、そうだな。うん、そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。うん、そういえばユミは一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。なるほど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。ということはこれ10月からリース出してるんですか？クリスマスに出すやつじゃないのかこれ。早すぎじゃない？クリスマスのリースじゃないですか。例のクリスマスが好きなんでしょうか。風間組事務所へ。この近くですね。すぐ近くに風間組。キリュウさん、キリュウさん。どちらさんでしょう。なんだ、田村。田村。どうしたんだお前。うん。いやー、ちょっとキリュウさんに紹介したいやつがいましてね。あ、青木と言います。青木。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。うん、おお。雑誌？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この街で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから。旦那のこと。旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。キリュウさん、旦那って呼ばれてるんです。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。うん。ああ。じゃあ、またな。お金を届けないといけないんです。お金を届けに行きますしよう。1億円。風間組事務所入ってきた。これが風間の親父。来たか。持ってきましたよ。ああ、ご苦労さん。お金ですね。東城会直系堂島組、風間組組長、風間慎太郎。今月分の忍びです。うん。納めすごいお金。おこれは、東城会直系堂島組内く風間組。また無茶したんじゃないだろうな。柏木さんですね。風間、他の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。うん。強いやつ。そういな。親父だって昔は、東城会一の殺し屋って。柏木。うん。怒ってる。
風間の親父怒ってますよ。すまんが外してくれ。へえ。柏木さん退出で、しかし文字通りの子供だったお前に、うん、組を任せる日が来るとはな。おやすさんがいなけりゃ今の俺はありません、うん、感謝しています。おい親父分固くなるな。はい、本当の親父みたいな感じですかね。ひまわりには顔出してるのか。うん、いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。ひまわりは養護施設。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。うん、孤児院なんですね。失礼します。誰か来た。桐生さんにお電話が。シンジさんからです。シンジ、電話、巨大な電話ですね。これは携帯ですか。俺だ。巨大なコキーです。シンジです。ルーナさんから兄貴に伝えてくれって。ああ、今さっきトランシーバー野島組長がユミさんさらっていったんです。え、組長。ユミか。なんで組長に。どんな失礼。詳しくは分かりません。でも錦のおじけばをそれ聞いて組長のところに。錦、うん、が。で、場所は。巨大なトランシーバー。組長の事務所です。わかった、すぐに行く。組長事務所行ってみましょうか。おい、どうした。堂島組長が、うん、弓を強引に連れ去ったらしいんです。誘拐されちゃった。錦が一人で弓を助けに、うん、まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れるし、そこに錦山が入っていったらとんでもない。何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。組長強引。ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ、うん、ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。弓を助けられない、幼なじみなのに。おやさん、弓と錦は兄弟なんです。そうなんです。俺も孤児院で育った。今俺が行かねえと。三人。カズマ。キリュウさん、さあ助けに行きましょうか。雨が降ってきましたよ。あんな雨で地べたに座ってんの。寒くないんでしょう。堂島組事務所へ向かっていきましょう。こっちの方向かな。矢印方向へ行ってみましょう。結構激しく雨が降っています。こっちの方向ですね。太平通り。太平通りを。劇場前通り。この近く。あ、誰か来た。ピースファイナンス。平田かな。ちょっと小さいですね。奪った金返してもらおうか。え、悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね、うん、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。ピースファイナンス平田。生きて帰れると思うな、覚悟しやがれ。懲りてなかったんですね。懲らしめましょうか。またゴルフクラブ持ってる。後ろ行く。確かに体力あります。蹴りでこれだけでもいいじゃん。一人しかいないっすね。もう一人いるかと思った。倒して、うん、社長の方が早い。倒せず。あと一発、ピラタ。よし。あとは、ボディーガード。ボディーガード倒しましょう。よし。橋口さん。あと少し。掴んでな。オッケー、倒しました。これでピースファイナンス懲りるでしょう。ちいくしょう。これで退治していきましょう。次の
ユミを助けに行きましょう。この辺りにいる。ここから入れんのかな。聞いてみようか。え？あら、あんたもしかして堂島組の人？なら組長に、組長さんに静かにしてって伝えてくれない？そこの登場ビルに組長さんの事務所が入ってるでしょう。もう連日女を連れ込んで大騒ぎ。近所迷惑もいいところ。冗談じゃないわよ。拉致して女を連れ込む。とんでもない。雷と雨が。ユミ、ニシキ。ユミとニシキいるかな。組長の事務所ここですか。開けちゃうよ。開けてみましょう。中にいたのは。ニシキとユミ。そして血が見えます。あー、これは堂島組長。ユミ。あー、白目向いてる。これは死亡してるんじゃないですか。組長。どうした？ユミを無理やり。うん。襲おうとしたんですか。撃っちまったんだ。あー。カット撃っちまって。しょうがない。何発も撃った。何発も。ユミ。蜂の巣にしちゃったんです。ああ、ユミ大丈夫。精神的に壊れちゃった。東商会の大幹部は。組長です。白目向いちゃった。ニシキ、ユミを連れて逃げろ。うん。何言ってんだ。おめえこそ、ユミ連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。病弱な妹。次の手術が最後なんだろう。次の手術が最後。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。なるほど。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でも、ああ、警察の声が、サイレンが聞こえます。行け。逃げましょう。ユミがもう足ふらふらしてる。目もうつろになってます。行け！キリュウさん、これでかばったんですね。そっか。ここに、オープニング映像の、キリュウさんが、雷雨になっている外を見ながら、照らされて、銃を持っていたのはキリュウさん。そして、堂島組長を白目向いて、血だらけで倒れてる。蜂の巣にされちゃった。ユミの指輪。これはどうするんでしょう。ここリースが助けに来たというか、通報があったから。動くな！これは逮捕されちゃうね。キリュウさん。ふざけるな！うん。俺がやった。取り調べ室。金のことで組長と揉めて、いい加減にしろ。照らされてる。眩しそう。もういい。よかないですよ。警視庁刑事捜査一課刑事伊達真。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これは鋭いですよ。伊達さん、誰がやったかは問題じゃない。うん。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。警察のお仕事。くそ。迅速に解決すれば誰でもいい。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。うん。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。キリュウさん、これで留置所に入ってしまった。囚人番号1240、面会だ。キリュウさん坊主になってますね。ということは刑務所に入れられた。破門状。破門されてしまった。俺は破門でいいのか、囚人。はい。自分の親殺したんだ。うん。絶縁なんじゃねえのか。と
東条会三代目セラ会長が、セラ会長破門にすると決めたそうです。うん、どういうことだ。自分にも分かりません。うん、ただ風間のおやさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやさんが引き継ぐそうです。風間の親父が組長になった。そうか。時間だ。時間だそうです。面会終了。信じなきそうです。兄貴。うん。何でしょう。由美さんが行方不明なんです。え？由美が行方不明。次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。記憶喪失。錦のおじきや兄貴のことも。で、堂島組長の病院から姿を襲われたことがショック。すいません。風間の親さんには口止めされてたんですけど。記憶をなくした。時間だ。誰かちゃんと探してるのか。刑務官怒ってますよ。錦のおじきや風間の親さんが。うん。聞こえんのか。怒って止められちゃった。由美を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。うん。はい。わかりました。促され。刑務所1240番。桐生さん。ご飯か。ナイフでフォークで刺されてる。そこ何やってるか。痛そう。血が吹き出てる。うるさい。来い。どっか連れてかれちゃった。治療。物騒でいけねえな。うん。おっと。こちらさんも物騒な面してる。みんな坊主ですね。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。うん。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜。堂島組射程頭補佐桐生一馬。ああ知ってる人。おお、ナイフ刺してきた。お前らフォークを刺してきて。ああどうする、これは戦うのか。バトルになっちゃいそうです。東条会の幹部やったんだ。ああこんくらい想像してたろ。フォーク、みんなフォーク持ってる。堂島組長がこの世で寂しいとさ。バトルしましょう。倒していきます。囚人番号1356。倒していきます。雑魚的っぽいやつから倒していきましょう。この人強いんじゃないか。そうでもなかった。まだいっぱい出てくる。これがボス。これを倒していきましょう。ちょっと体力あったら強いです。1356。どんどん攻撃を仕掛けて倒していきましょう。ヒリューさん武器持ってない。相手はフォークを2本持って潰していきましょう。よし、オッケー、倒しました。これで全員倒して。セラ会長だ。セラ会長？登場会の三代目だ。セラは仲間じゃないんですか？後ろから殴られて。刑務官味方じゃないんですか？気絶させられて、ここで終わりました。次回は第2章やっていきます。それでは次の動画でお会いしましょう。